パトリック・アンドリュー・マコーは、アメリカ合衆国、ミズーリ州セントルイス出身のバスケットボール選手。ポジションは、SF、SG。セントルイスの地元の高校から、最終学年に、ケビン・デュラントなどを輩出したメリーランド州のモントロス、クリスチャン高校に転校した。マコーは、シーズン20勝5敗の高成績に導き、注目を集める。大学は、 ネバダ大学ラスベガス校に進学。2年間プレーし、平均12、2得点4.2リバウンド3.3、アシスト1.98スティールを記録。2年生時の2015から16時には、平均14.4得点5.2リバウンド3.9アシスト2.48スティールを記録し、マウンテンウエストカンファレンスのセカンドチームと、オールディフェンシブチームに選出された。 マコーは2年間同大学でプレーした後2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。ドラフトでは38位でミルウォーキーバックスから指名されたが学生時代からマコーに注目していたというゴールデンステートウォーリアーズの重役ジェリーウェストがマコーを獲得するようにフロント陣に要請し2万4000ドルの現金と引き換えにトレードでマコーとの交渉権を獲得。 NBA サマーリーグを経て7月に正式にウォリアーズと契約した2016から17シーズン開幕戦のサンアントニオスパーズ戦で NBA 初出場2017年1月10日のマイアミヒート戦で初の先発出場を果たし107から95での勝利に貢献ケビン・デュラントが左膝の負傷で戦線離脱した2月以降は先発で起用され 13日のデンバーナゲッツ戦では19得点を記録した。その後もベンチプレイヤーとして経験を積み、プロ1年目ながら NBA チャンピオンを経験した。2019年1月10日、トロントラプターズと契約した。2017年、2018年はウォーリアーズで、2019年はラプターズで NBA チャンピオンとなっており、 現役選手の中で3年連続で優勝を経験した唯一の選手である。ありがとうございます。